Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about realism by Yoshimatsu Goseda, an artist in early years of mage restoration in Japan. Realism or naturalism in the arts is the attempt to represent subject matter truthfully without artificiality. And avoiding artistic conventions, implausible, exotic, and supernatural elements, the ultimate realism in the arts, however, is now created on photographic technology, as Rembrandt and Adolphe Bouguereau did. Here is another artist in suspicion, Yoshimatsu Goseda. Shizuoka no 先日美術館に富士山の絵が一枚残っています。五世田義松の描いた風景画です。静岡市清水区のあたりから描いた絵と思われます。で、その絵を調べているとき、五世田義松の一枚の絵に驚きました。レンブラントが描いたチュルプ博士の解剖学講義の中に出てくる人物の顔と大変よく似ていたからです。レンブラントは明らかに 写真技術を使って絵を描いていました。その証明はこの続くビデオの中でしますが、ダ・世田マ松の絵はそのレンブラントの絵以上に大変精緻に描かれています。比較してみるとそれがよくわかりますが、ただダ・世田マ松の絵は写真の解像度が低くレンブラントの絵とは直接的には比較できません。がそれでもその精緻さについては皆さんにも十分 分かっていただけるものと思います。つまり、写実主義などというレベルの話ではなく、写真そのものであるということです。アドロフェ・フグローの絵画を例に挙げるまでもありません。が、ここでいう聖地というのには、別の意味が込められています。つまり、人間技ではないという意味です。例えばダ、ダヴィンチのモナリザでは、 首の襟,襟,襟周りのレースは0.3ミリ、つまり1ミリの3分の1以下のラインで描かれています。そのラインには光と影まで描かれています。が、それだけではありません。ライン同士が正確に交差し描かれています。1ミリの3分の1前後のラインですよ。同じようなラインが日本の写楽の描いたと言われている版画の中にも描かれています。 これらの事実については、私、林博が証明し、動画化しましたので、興味のある方はどうか、そちらの方でご覧になってください。で、ダ・世田マ松とレンブラントの絵を比較してみました。左がダ・世田マ松の描いた絵画です。そして、右がレンブラントの描いた絵ですね。こうして比較してみてもですね、ダ・世田マ松の絵の方がですね、 レンブラントの絵よりも聖地ではないかと思われます。いかがでしょうかで、この目の部分を拡大してみます。まあ、あの、レンブラントの、まあ、この絵はですね、まあ、特に目がですね、これはもう絵ではありませんね。写真です。正確になってますか光の、まあ、出、出どころですね。光源を、まあ、眼球が示しています。そしてこの皮膚の感触ですね。これも同じだということですね。 まあ、五ヨ田義松はですね、え、若干二十五歳でフランスのパルに渡たりですね、海画で勉強したと言われています。そしてですね、まあ、あの、美術館で、まあ、写を重ねて、腕を磨いたと言われています。ですから、まあ、当然、レンブラントの絵も見てるわけですから、まあ、こうした絵が、絵をですね、セ五ヨ田義松が描けな、描けたとしても不思議ではないわけですけども、それにしても誠実すぎますね。 レンブラントの絵そのものがですね、写真技術を使っているということは、続くビデオの中でもう一度証明しますけども、要するに、それと、それ以上の絵をですね、五世田義松が描いていたということですよね。で、この絵をですね、あの、1891年と読めるんですね。というのは、五世田義松は25歳で、 パリに渡って約8年間パリで過ごしますからね。そして帰国後はですね、ほとんどなんて言いますか、作品、主な作品らしいものはなくてですね、まあ60歳でこの世を去るわけです。ですからまあ、あのー、1911年にパリにいたということはまあ考えられませんね。亡くなる、まあ2年前ですからね。で、レンブラントをですね、もう一回 簡単に紹介しますとですね、これが解剖学講義の絵ですけども、こうしてまあ大きさをですね、絵画の大きさをこう分割して、この、なんて言いますか、絵の大きさをまあ調べてみたんですけど眼球の大きさがですね、約1.25センチメートルという数字が出てきました。1.25センチメートルもやや小さいという感じですかね。この今、ちょうど中央の、ま、あ 長方形がですね、これ1.25センチということになるわけですね。ですから、ま、1.25センチメートルということになりますと、まあ、ややその、実寸大よりは小さいかなという感じになりますけどもね。まあ、ほぼ実寸大でこの絵を描いたということになります。となると、て言いますか、この絵は何かいてことですね。右は、これは実物のって言いますか、実際現在撮られました写真です。 写真ですよ。まあ、あの、そんなにね、苦労しなくてますから、ランダムに、まあ、外国の方のね、顔を使わせていただきましたけども、こうしてみていただくとわかりますように、毛のね、前ま、つ毛の幹線まで描いてあるんですね。上まぶたの点々点に注意してください。そして目地の様子であるとかね。 そしてこの目の下の線ライン。このラインの色まで正確に描いてるんですね。あの、私は初めてこの、初め見た時のレンブラントのこのラインをですね、絵として後でかあの書き加えた線、すなわち色ではないかと思ったんですけども、実際の右の、まあ、実物の写真と比べていただくとわかりますように、色まで正確に表現してるわけですね。そして、瞳の中の表現もですね、 極めて聖地に描いてあるということですね。まあ、聖地というのはそういう意味なんですよ。まあ、細かく書いてあると同時にですね、先ほど言いましたように、例えばダヴィンチのように0 3ミリもっと0 2ミリから3ミリですけどもね、まあ、0 3ミリのラインで書いてある。 ということも、そういう意味も含まれるわけです。こうして色を落としてみますと、もどちらが絵でどちらが写真なのかわかりませんね。そして左の方はですね、キャンバスに書いてありますから、縦線がさっさと映ってますこれは下のキャンバスのラインです。それを除いて比較してみますとですね、皮膚のふわいていますか、汚れていますか、まあそういったものも正確に表現してあるということですね。これも表現のレベルを超えているわけですね。もっと言えば、絵画のレベルを超えているということです。こうした事実を積み重ねていくわけですよね。 まあ皆さんご自身の目で判断してください。それでもこれは絵だとおっしゃるなら、それはそれはあなたの勝手だと思いますよ。そして耳の表現もそうですね。えー、まあ、レムラントはですね、少しこう距離が張られますと、ボケると言いますかね。あの、いわゆるカメラでいうボカシが入ってくるわけですけどもね。まあそれも一つのまあ根拠になってるわけですけどもね。私の。まああの、 レンブラントはこう遠近法を巧みに使ったっていう風にまあ,あ、美術評論家の先生たちは説明してますけども、本当にそうでしょうかということですね。右の方も写真ですから、あ少し離れますと、まあ、ボケてくるわけです。で、この目なんですね。で、この大きく拡大してみますと、これはあの、この辺がですね、解像度の限界ですから、実際の画はもっと精緻だってことですね。あのという風うに考えられますね。これは光原が上から当たってますね。で、これはあの眼球の、まあ、 中心点から見れば上,上から当たってきているわけですね。何名上からか。そういったことも正確に表現しているということですね。で、もう一度、えぇ、ー、吉松の絵とですね、比較しています。上が、えぇ、ー、吉松、五世田、吉松の絵ですね。で、こう下がレンブラントの絵ですけども、まあ解像度がちょっと不鮮明ですから、上はちょっと、そのままの、まああれでは、あの、解像度が違いますからね、比較できませんけども、まあこれを絵だと思うか、写真だと思うかですね。まあその下がブーグローです。 もう、ブーグロは完璧に、あのいわゆる、まあ、コンピュータ技術を使っていましたね。そして下が現実の写真です。こうして色を落としてみますと、まあ、区別はつかない。まあ、ブーグロは、まあ、あの、その続くビデオでそれを、証明しますから、またご覧になってください。 で、この五世代吉松の絵に戻りますけども、この絵は何かということですね。ただ今のところですね、このこれ私の手元で一枚しかこの写真が手に入りませんでしたので、さらに五世代吉松を調べてみたいと思いますけども、まあ一枚ではね、結論を出すことできませんので、ここでは一応、インサス s ションということにしておきます。そしてこの1811と読んだらいか、1900、 1891と読んだのか、ちょっと数字がわかりにくいんですけど、1811ってことはありませんし、1911ってこともありませんね。もちろん1991ってことはありませんので、一応1891と読みました。まあ、あの、いわゆるまあ、吉松がですね、亡くなる6年前ですかね。で、亡くなったと、1905年に亡くなってますからね。ですから、まあ、あの亡くなる、 少し前ですね。で、パリと書いてあるところが気になるわけです。そして、まあ、吉松のことを調べてみたんですけども、25歳にして、フランスのパリを渡ったとして、絵の勉強をして八年後に帰ってくるんだけども、次第に下げにおぼるようになって、まあ、絵画の、まあ、芸術家としての、仕方は、まあ、絵画の世界では葛藤しなくなったと。 で、それ以上期待されたほどの仕事はすることはなかったということですから、パリに行ってた可能性もないとは言えませんがね。しかしまあ、あどうしてこんな、こうした絵をですね、えー、吉松が描けたかということですよね。まあ、あ、まだ一応サスピションですからね。まあ結論はここでは出せませんが、いかがでしょうか。皆さんは、この絵を見てですね、はい。 どのようにお考えになるでしょうかということで、続くビデオの中で、ブーグル、それから、レンブラントの、まあ、絵画について、えー、検証してみました。どうかご覧になってください。バイ。 Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about common sense. What is common sense for mankind? Well, I say here that common sense is a basic ability to perceive, understand, and judge things which is shared by nearly all people and can be reasonably expected of nearly all people without any need for debate. But on the contrary, however, common sense is a collection of prejudices acquired by age 18, as Albert Einstein wrote. Or, more often, common sense would blind us. Here is one example. Can you tell me which one of them is a painting? And which one of them is a photograph? Or can you make a distinction? 常識というのは、議論を避けるためには便利な道具です。人間は常識を持ち出すことにより、それ以上の議論を避けることができます。が、その常識は、アインシュタインが書き残したように、18歳の時までに作られた偏見の塊です。が、それだけではありません。 常識はしばしば私たちを盲目にします。まず2枚のピクチャーをご覧ください。皆さんはどちらが絵で、どちらが写真かわかりますか一方が絵で、もう一方が写真です。今日の物語はここから始まります。今皆さんにご覧いただいているのが2枚のピクチャーです。どちらが絵で、どちらが写真かわかりますか 注意深くご覧ください。注意深くご覧ください。一方が絵で、そして一方が写真です。では、これから絵と、そして写真を比較してみます。まあ、どちらが写真で、どちらが絵であるか。ということですよね。 多少まあ、あーボケ度が違うというところもありますし、色の付け方が違うということもありますが、こうして比べていただくとわかりますように、陰影の付け方、それから目の周りのですね、待、ま、つ毛の生え際、そして感染、皮膚の様子。十分かご覧ください。下を少し明るくしてみますと、まあなってますか、その瞳の描き方も同じということですね。細かいところまで、 同じということです。どちらか一方が絵で、そしてどちらか一方が写真です。もう一この目のあたりを比べてみます。あなたはこの2枚のピクチャーを見てですね、どちらが絵で、どちらが写真かということがわかりますかあるいは両方とも絵ということも考えられますし、両方とも写真ということも考えられますね。まあ、私は両方とも写真というふうに まあ、か、考え、そして、そのような結論を申す。かなり前に、以前に出しました。この類線の表現の仕方。それから、皮膚の様子ですね。あの、感染って言いますかね。汗の穴も正確に表現してあります。どちらか一方が絵で、どちらか一方が写真です。比べてみてください。ただ、写真の方はですね、私が選んで、えー、載せたというよりもですね、まあ、ランダムに、 いわゆる、ま、写真、画像でね、フリーの画像から選んで、ここに載せました。どちらか一方が絵で、どちらか一方が写真ですよ、皆さん。この色の付け方って言いますかね、影の付け方も同じなんですね。そして、まあ、絵の、絵と言われてる方もですね、輪郭で描くんではなくて、いわゆる、ま、なんて言いますか、陰影画法ですね。細かい点でも集合して描いたということです。 写真はもちろん、あの、点でね、表現してありますから、陰影画法ということになります。このね、上からの光を受けて、その、ま、ま、目の周囲がね、光っているところまで同じです。で、色を戻していますと、このようになります。あなたは、どちらが絵で、どちらが写真かわかりますかそして、色の付け方も同じですね。いわゆるシワの色も同じだということです。この上のまつげの表現の仕方、全く同じですね。細かいところですよ。 ま、なんとなくね、一方はキャンバスの上に書かれてますから、まあ、印刷されてますから、そう断言していいですね。あ多少その人は、まあ、痕跡が残ってますけども、そういったところを除けば、それを除けばで,ですね、もう区別はつかないと思いますね。鼻の頭の幹線まで左の方は正確に書いてあるようですね。まあ、書いてあるってもう答えを言ったようなもんですけども、左が絵です。右が写真です。そしてこの光の受け方ですね。 明るくしてみますと、目の、いわゆる瞳のね、書き方も同じであるということです。これをどのように判断したらいいかですけども、もう結論はわかりですね。一方が写真で一方が絵ということになって、まあ皆さんご存知の、えー、向かって左側がレンブラントの自画像です。1640年に書かれたものと言われています。 えー、ブークロの時はですね、写真技術を使った、写真技術を使ったという、まあ、講義のようなメール、反論がですね、たくさん届きましたが、1640年には写真はありませんでしたね。いわゆるま、カメラその,そのものがありませんでしたからね。ですからそういった反論は、レンブラントに関しては出てこないと思います。そして、皮膚の表現の仕方、陰影の付け方、中部かご覧ください。それから、鼻の付け根の感じですね。 ま、漢字というしか言いようがありませんね。そして、レンブラントの方はですね、髭の中の下の唇の、ま、光まで同じように描いていますよ。中意深くご覧くださいよ。髭がありますね。その下に流れている光まで同じように表現してあるということです。で、左がレンブラント、1640年です。そして、右がマン、まあ、男の人というしか言いようがありませんね。2014年の写真です。カラー写真ですね。こういうともうわ分かりですね。 どちらも両方とも絵なのか、両方とも写真なのかという選択に迫られるわけです。つまり両方とも写真だということです。林博士のレンブラントの絵画写真説はこうして生まれました。この目だけがその真実を知っているということですね。このまつ毛の周りの、目の周りのまつ毛の生え際まできちんと表現してあります。これはレンブラントが 書いたのではなくて、写真技術を教わって、あるいは使って、この絵を表現したということになります。もちろん、今私たちが人間が使っているプリンターよりも、はるかに高度なプリンターを使っていたものと思われます。ということで、続くビデオをもう一度ご覧になってください。よろしくお願いします。Bye for now。写真技術で作られたレンブラントの絵画、バイ・ヒロシ・ハヤシ。 Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about mystery of Rembrandt van Rijn in suspicion. I have proven in the past that his paintings were created on 2D photographic technology with the help of aliens or ETs, and here is another evidence which reinforces my theory. de Shengzhan's mail gave me the hint, for which I thank him very much. Rembrandtねは2D写真技術使って作られているという証明をしてきましたが、新たに別の証拠が見つかりましたので報告します。 大心樹さんからのメールが大きなヒントとなりました。で、これはレンブラントの自画像です。いつものようにその絵を拡大してみます。縦102センチ、横80センチの自画像です。その長さを基準にし、目の中の瞳の大きさを計算してみると、1.25センチメートルということがわかりました。1センチよりやや大きいという程度ですね。で、例によって例のごとく、写真のように精緻な絵であることがわかりました。 で、実際の写真と比較してみます。結果はここで皆さんにご覧いただきますが、まぶたの周辺部の毛穴まで正確に描かれているのがわかります。写真の方をややぼかし、セピアカラーに色を落としてみますと、この両者は区別がつきません。さらに、顔の他の部分についても比較していましたが、やはり区別がつきません。が、こうした精査は今までに何度もしてきました。 また、この程度のことで、レンブラントの絵画が写真技術を使って作られたものだというつもりはありません。で、今皆さんにその精査している、えー、絵をですね、見ていただいてますけれども、この瞳の大きさが1.25センチですね。まあ1センチ2ミリということになります。その中に、まあ、このように精緻な絵が描,き描いてあるということですね。で、右の方がこれ実際の写真、ランダムに選んでいましたけれども、えー、その、まあ、写真をですね、こうして並べて、 右、えー、身の方は写真ですよ。比較してみました。で、こうしてみますと、毛穴まで正確に書いてあるのがわかります。えー、まつ毛も正確に書いてあります。そしてこの色もですね、まあ、正確だということですね。で、ただ少しね、レンブラントの方はですね、えー、赤い、まあ、色でですね、少し補正してあるようにも見えますね。目の縁に赤い筋が見えます。それがあの、目じ、いわゆる目尻と目の付け根のところに、それが見えます。そして顔のシワも、まあ、偶然なんでしょうけども、一致しています。 で、ここでですね、やや右の方にぼかしを入れてですね、そして、スペアカラーにしていますと、区別がつかなくなります。で、これはどういうふうに理解したらいいかってことですけども、これについてはもうすでに何度も申し上げてきましたので、まあ、ここではですね、まあ、本当にまあ、写真みたいだなという程度に思っていただければ嬉しいです。で、まあ、今度は口の方もちょっと精査しています。 で、口の周りですよね。で、左がレンブラントの絵で、右が実際の写真を、から切り抜いてきたものです。で、もうこう見てみますと、まあ、よく似てると言いますか、区別がつかないと思います。それで、色を落として、ややぼかして色を落としてみました。右の方ね、絵のようにややぼかして、そして色を落としてみました。で、顔のほっぺたなんですね。ここも、まあ、絵というよりは写真ですね。 で、まあ、ここ、この顔についてもですね、ややぼかして、右の方ですよ。ややぼかして、そして、色を落としてみました。そうしますと、この、風合いと言いますかね。それが全く区別つかないということです。まあ、皆さんの歯とは判断ということになりますが、左の方は、あの、キャンバスの、まあ、布のようなものが、こう、上に浮き出ている感じはしますね。まあ、その部分は除外して考えてください。ンの付け方。 それから影の、まあ、なってますかね、風合いの出し方、全く同じだということですね。まあ、さらに耳についても調べてみました。えー、耳というのは大変個人差の大きい、部、え、位、ー、だそうですね。まあ、ともかくもこの、まあ、形はもちろん違いますけども、えー、このままだとちょっと分かりにくいんですけども、やはり色を落として右親をややぼかしてみました。そして比べてみますと、まあ、書き方のね、 コンセプトが同じだということです。むしろ右の方がこう、絵のように見えますね。で、これは本当に絵なのかということです。で、大神寺さんのヒントが役に立ちました。瞳に映る光です。光には外からの光が反射しますよね。その光です。で、その光を調べてみました。が、奇妙なことがわかりました。レンプラントの肖像画ではですね、光は向かってやや左上情報から来て、 いるということになりますね。瞳の中の、まあ、白い点を見ていただくとそれがわかります。で、右の、右上、やや情報から来ていると。わかりますね。中心線色もやや右の上から来てますね。で、ところがですね、顔全体の光はやや左上から来ているんですね。まあ、ここで矛盾しているわけです。 で、私はですね、念のために、石でできたボールにですね、光を当てて実験をしていました。まあ、その実験は、このすぐ後に皆さんにお見せしますが、ともかくも、このレンプラントの光の反射光を見ますと、右上から来ているのがわかります。中心点からですね。そして、しかし、まあ、左の絵を、自画像を見ていただくとわかりますが、花の光を見ていただくとわかりますけども、光はですね、右ではなくて左上方から来ているのがわかります。 そして鼻にはですね、二つの光があるのがわかりますね。この袖のところを見ていただきますと、光がどちらから来ているかよくわかりますね。袖の影がー右の方にできているということは、光は左から来ているということになります。で、ところが目の方は、あ右の上から来ていることになりますね。まあ、ここで矛盾が生ずるわけです。で、この、まあ、実験をしています。だからこれはあの石のボールにですね、光を当ててみました。 まあ角度はやや違いますけども、影の大きさでそれを判断してください。ここに光が映ってますね。ペンライトで光を当ててみました。そうしますと影は右の方へ伸びて、そしてまあ反対側にできるわけですね。で、今度は、この影を見てください。やや高い位置から光を当ててみました。で、まあこの時も光は右の方にできますね。反対側にできるということです。そしてこれはやや、まあ今度は、 左の下の方から光を当ててみましたが、えー、角度が低いと、まあ、このようになるわけですね。で、まあ、これが眼球、いわゆる瞳だというふうに考えてください。で、今度は、まあ、上から光を当ててみました。しますと影は下にできますけども、光の点は上にできますね。まあ、このようにですね、光の点というのはちょっと影のできる方向とは逆の方向にできる。しかも正確に位置を示しているということになります。ここに注意してくださいね。で、 えー、レンブラントの絵を見ますと、ここで矛盾が生じてるわけですよね。あの、右の上、ね、の、えー、瞳で見ますと、えー、右上から光が来てることになってますけども、実際の光は左の方から来てますね。それは、今言いましたように、袖の光を、えー、袖の影を見ると、それがよくわかっていただけると思います。 となると、本来なら、レンブラントの、まあ、瞳の絵の中には、この白い丸ですね。右上の白い丸のように、位置に、まあ、光の反射光が映ってなくてはいけないっていうことになるわけです。で、他の絵を調べていましたけども、レンブラントの絵っていうのは、そのあたりを正確に表現してるんですね。まあ、ちょっと小さい絵で見にくいかもしれませんけども、この女性の場合は、右上から光が来てますね。ですから、瞳に映る反射光は、まあ、こちらに書いてある、あの、来てるわけです。そして、光で影が反対側にできるわけですね。 これも、まあ、そうですね。この瞳の光に注意してください。この場合は、左上から光が来ていることがわかります。ですからか、影に矛盾はありませんね。で、この老人もそうなんですね。この瞳の中の反射光に注意してください。光は、左上から来ているということを示します。ですから、影は、右下の方にできていくわけです。まあ、このように、ま、他には割と正確に表現してあるんですけども、このレンブラントの自画像だけは、それが矛盾しているわけですね。光は、左上から来ているのに、瞳の光は右上から来ている。 ということですけども、この矛盾をどう考えるかですけども、まあそのヒントがですね、実はこのレンプラントの肖像画の中にありました。この鼻の下に注意してください。鼻の下にですね、特に影の濃いところがありますね。ここです。えー、か、ここの丸の中ですね。この中に、まあ特にあの影の黒い部分があります。で、これは私はダブルシャドウだと判断しました。すなわち影と影が合わさってできるより濃い影のことを言います。ダブルシャドウですね。 まあ、ということになりますと、このレンブラントの肖像画はですね、二つの光源から光が来ているということです。で、ダブルシャドウのちょっと簡単な説明をしますと、まあ、例えば一方から光を当てますと、当然影は一つできますよね。まあ、これはシ,、まあ、シングルシャドウですね。そして、この光源は、あの、 あの、光景が小さくて強い光のものだと考えられます。そ今度はもう一つ、今度左下から、右下からですね、左上に向かって光を当てますと、ここにダブルシャドウができます。二つの光を同時に当てたわけですね。そうしますと、影と影が寄りさったところがですね、より濃い影になるということです。これがダブルシャドウですね。 で、まあ、二つの光源から光が来た場合には、このようにダブルシャドウを作るということですよね。まあ、二つのペンライトでこのダブルシャドウを作ってみました。そして先ほどのですね、これをひっくり返して、レンブラントの、まあ、鼻の下のダブルシャドウと比較しています。なぜこんな鼻の下にダブルシャドウができるかということなんですよね。それは、レンブラントのこの肖像画家を描くときにですね、二つの方向から、二つの方向から光源が来ていたということになるわけです。そして、あの、こう、あの、瞳の 点を見ていただくとわかりますように、その光源っていうのは極めて光景の小さい、もっと言えばペンライトのようにような光源であることがわかります。まあ、例えば大きな窓を開けて書いたとか、そういうんじゃなくて、小さな光源で強烈な光を放つ光源によって、まあ、この影が作られたということになるわけですね。で、この三角形のところがダブルシャドウということになります。となると、まあ、ここで大きなまた謎が生まれるわけですね。 この絵が描かれたのは1620年ですからね。まあ、要するにもう一度この光を見てください。この瞳に映っている光、まあ、よく見ますと、二つこう光源が並んでいるように見えますね。いわゆるその、少なくとも窓だとか、あ外からの光を反射しているということではないんですよね。ここが重要なんです。しかも、白い光なんですね。皆さん、注意深くご覧ください。私もこれに気がつきませんでしたけども、今度、大真珠さんのメールで はたと、ま、と言いますか、気がついたんですね。大変大きなヒントになりました。おいしんじゅさんどうもありがとうございました。まあ、何気ないと言いますかね、えー、書き込みだったんですけども、私には大きなヒントとなりました。ごめんなさい、1640年ですね。20年と先ほど申し上げましたけど、上がですね、1820年にフィラメントが世界で初めて作られます。180年後のことですね。そしてホワイトライトというのはその後、できてきたわけですね。ですから、レンプラントの時代にはもちろん電気はありませんでしたね。 えー、電気そのものがありませんでしたからね。そういう時代に、こうした光源を持った、まあ、二つのライトに照らされて、このレンブラントの絵は描かれている。なあち、描かれたのではなくて、いわゆる、まあ、写真技術によって作られたということになります。これが今日の私の結論ということになります。Uh, thank you very much for watching.And bye for now. 続くビデオ、またどうかご覧ください。 h e l l this is m e l e いう and ひろしはやし、Japan。レンブラント疑惑。写真技術で作られた絵画。今日もレンブラントの謎に迫ってみます。レンブラントです。レンブラントは。 写真技術を使って絵画を描き、そして現在でいう高度なプリンティング技術を使って印刷していました。今日はそれを証明いたします。まあ、これがレンブラントの描いた絵です。ミリリューさんからこのようなメールが届きました。解剖の図を検証してほしいと、検証してみます。 ま、ここに額も入れて9人の人が描かれています。が、その前にこの壁を明るくしますと、肉眼では見えませんけども、ここに文字が見えてきます。この部分ですね。1632年、レンブラントという署名があるのがわかります。なぜレンブラントはこんな署名を書いたのか。同じような手法でラファエロが絵を描いています。 肉眼では、ここに何が書いてあるかわかりません。この中心のところです。で、これを、明度を上げてみますと、ここに絵が浮かび上がってきます。これは森本聡さんが発見なさいました。顔が浮かび上がってきましたね。まあ、このように、何らかの形って言いますかね。こうした形って言いますかね。えー、絵だとか文字を、 まあ、見えないように仕込んだというわけです。それはさとき、レムラントでを検証してみます。まあ、これが、レムラントの解剖の図だそうですけども、ここに8人の人が描かれています。プラス、死体ですね。で、これをカラーを落としますと、写真ということになります。これは、ブーグローのところで証明いたしました。 なぜカラーを落とすかというとですね、まあ、色がついていますと、その色の、まあ、なってますか、あの、色でですね、あの、絵というふうに、まあ、見えてしまうんですね。で、まあ、色を落としていますと、この陰影だけで、こうした絵が描かれているということがわかるわけです。なあち、陰影だけで描くということは、まあ、要するに写真なんですよね。輪郭のない絵という意味です。 ま、輪郭、線のないね、絵ということです。そういう意味で、カラーを落として、セピアカラーにしてみますと、より、まあ、なんて言いますか、これらの絵がですね、写真そのものであるということがわかるわけです。そしてこの、帽子を被った人物、レンブラント自身だと思いますけども、拡大していきます。どんどん拡大していきます。 これはランダムに選んだ点ですから、特に、まあ、あの、聖地に書かれた部分を選んだわけではありませんよ。皆さんご存知、まあ、ご覧になっている通りにですね、不必要なまでに聖地に書かれている、いるということに、皆さんもお気づきになると思います。眉毛の一本一本まで書かれてますね。で、 まあ、ミリリュウさんがおっしゃるにはですね、ここに描かれている人がですね、みんな同じ人物ではないかとおっしゃるんですね。まあ、ついでにこの髪の毛も拡大してみます。これもランダムに選んでみました。ここだけが特に聖地に描かれているというわけではありませんけれども、髪の毛が一本一本全部描かれてますね。同じような手法で描いたのが、ブーグローです。 ま、これは、あの、この後にビデオをくっつけておきますから、また、興味のある方はご覧になってください。で、色を落としてみますと、セピアカラーにしますと、やはり、こう、写真になるわけですね。まあ、これが、その、ま、2枚続けて書かれたんですけども、この2枚には全く同じなんです。しかし、ほんのわずかだけ動いてますね。口が、あの、動いています。 それを除けば全く同じなんですね。ってことを皆さんに今お見せしているわけです。で、ブローグルの時代になりますと、簡単なカメラはありましたから、カメラを使って、写真を、技術を使っているっていうふうにまあ説明する人もいるみたいですねあれ。それは後から理由ですね。例えば、100年、200年経ってからですね。 えー、昭和の初めには電話があった。だからインターネットもあったはずだっていう考え方と同じなんですね。写真があったからといって、それを、その技術を使って絵を描くということは、またこれは別の問題だったということです。左がブーグロ、右がレンブラントですけど、同じように髪の毛が細いところまで一本一本描かれています。またその表現の仕方が酷似していますね。酷似しています。同じというわけじゃないですよ。もちろん違った絵ですから。しかし、 告示以上の告示しています。で、調べてみました。ミリルさんがおっしゃるように、これは同じモデルを変形させたものかどうかってことなんですね。それで、8人プラス1人の死体をこうしてあげて顔を比較してみました。確かに似てるんですね。で、最初私は鼻の形、それから、えぇ、ー、髭の形などに注目して、 分けてみました。しかし顔というのは、まあ似てるか似てないかということは、まあ見て判断するのが一番分かりやすいですね。このように角度が、あの、絵を描いたあの、向きが違いますからね。そして同じような顔をこうして集めてみました。で、中央の D とこの下絵はちょっとこう顔が合いませんでした。H も合いませんでしたけども、左右は同じような顔だということが分かりました。そしてさらに並べ直してみて、似てるもの同士を集めてみました。 で、一つ、ここで気がついたことがあるんですね。それは、目の色が同じだということなんです。で、まあ、こうして並べてみますと、左2列は大変よく似ています。特に赤い、赤と赤、黄色と黄色。この色のところですね。大変よく似てるということです。赤と赤はもう同じと見ていいですね。いわゆるデータの使い回し。これは、あの、ガンダーラの彫刻でも同じ手法が使われています。 あの、不精緻な彫刻ね。あの、細かく。で、私は目に着目してみました。で、この色なんですね。色形に注意してください。で、イタリア人は、あの、目が黒いってよく言われますけども、それでも白人の社会ですから、根血も進んでますから、色々な目の色の人がいるわけですね。 で、私はここまでいたときに、8人がですね、みんな同じ目の色をしていることに気がつきました。おかしいですね。で、並べ直してみますと、大変よく似てるんですね。で、まあ、目の色と目の形で、まあ、あの、どれとどれが似てるかということを区別してみました。 あ,あの、どの顔とどの顔が同じかということは、この細かい目のところを見るわかるわけですね。赤と赤、黄色と黄色というふうに、まあ、ブルーとブルーは大変よく似てると。しかしこれでも決定的ではありませんから、このビデオをご覧になってくださっている方も、これでは満足なさらないだろうと思います。そこで、無やる白人の顔の写真を集めてみました。これらはみんな写真です。写真です。絵ではありませんよ。そこに注意してくださいね。 絵ではありませんよ、これ。絵のように見えますがね。先ほど、区別がつかなくなっちゃうんですね。レンブラント見て、ね、ブーグルを見ますと。しかしこれは写真です。そしてこの写真とレンブラントの顔と描いた絵と比べてみます。で、特に注意し,た期待していただきたいのはこの赤と赤ですね。これ偶然私が左の方を選んだんですけども。 で、明度を上げて、そして、比較してみます。左は写真ですよ。写真ですよ。右はレンブラントの絵ですよ。絵ですよ。で、髪の毛、えーと、眉毛の表現、表現というか、写真と絵と見てください。目の付け根。全く同じですね。それから、このレラインもですね、目のアイラインも描いたものかなと思ったんですけど、写真でも同じように出るんですね。そして、眼球の表現の仕方。 ま、写真は表現じゃありませんよ。これは写真で撮ったんですから。まあ、これをどう皆さんが判断なさるかですけども、左は写真です。だったら右も写真じゃないんでしょうか常識的、皆さんのね、ベーシカルな常識に従って考えればそういうことになるのではないでしょうかあるいはこれ以上の証拠がどこにあるというのでしょうかあるいはど、どのように提示したらいいんでしょうかということにもなるわけですね。 目の色はかすかに違いますけれども。いわゆる左の写真と右のレンブラントの描いた絵画とが、ここまで一致するということなんです。言い換えますと、レンブラントのこの右の絵はですね、写真だということになるんです。同じように今度はブーグローの絵とも比べてみます。女の子の目ですね。拡大してみます。 ブーグロも写真技術を使って書いたと結論付けました。その目と比べてみてください。皆さんはどう判断なさいますかいやー、レンブラントはやっぱり絵だとおっしゃいます、おっしゃるかもしれませんけども、それはまあね、わかりません。 比べてみてください。上がブーグローの絵です。下がレンブラントの絵です。ということになってますけども、もう絵ではありませんね。写真です。なあち、レンブラントの時代と、それから200年たったブーグローの時代と、同じプリ,ンンプリンティングのテクノロジーを使って絵が描かれたということです。誰がこうした技術を指導し、技術を与えたかということも、次の問題になってくるわけですね。もちろん人間じゃありませんよ。人間はこんな技術を持っていませんでしたから。なあち、これらの、 絵はですね、ブーグローの絵も、それからレンブラントの絵も、さらにその昔の、えー、ダヴィンチの絵も、いわゆる写真技術を使って作られた絵だということになります。で、結論ですけども、こうして、まあ、レンブラントの絵がありますが、カラーを落としてみますと、写真ですね。ただ、ブーグローもレンブラントも、あの、けんまあ、極めて、まあ、だ拡大してみますと、筆のタッチが見えるんですね、細かい。 言い換えますと、私たちが知らない未知のさらに高度なプリンティングテクノロジーを使っていたということにもなるわけです。現在ないからといって、それを否定することもできないということですよね。そして、レンブラントもブーグローもおびたたしい数の絵を描いています。人間技ではないというほど、早く、まあ、絵を描き上げたと言われています。ブーグローは、 50年間で1200枚の絵を描きました。1年1ヶ月に2枚というスピードです。あなたは今でもこれが絵だと思いますかで、一言付け加えますと。ここになぜレンブラントはわざわざ署名をしたかですね。理由は簡単なんです。自分で描いてないからです。同じことを、 ミケランジョロもやっていますね。これは二十数歳の時作ったペーター像です。で、ミケランジョロはですね。自分が作ったということをわざわざ、あの、いわゆる表示するために自分の名前をここに彫り込んでいます。帯のところですね。で、最後にもう一度この二つの目を比べてください。左は写真です。右はレンブラントの描いた絵です。 さらに検証すればもっと詳しいことがわかると思います。続いてブあ、ブーグルの絵についての謎をご覧ください。Thank you very much for watching and see you. Bye.